聞こえたか？もう一回言うたるわ。リアルでダメなやつはネットでもダメなんやで。なんてかだ。おいやあれだ。容赦ねえな。ほんま失敬なやっちゃれ。誰がクソチビやねん。なんやもう、別にええやんか。チェッ。あ、ごめんなさい。サクが無理やり割り込んできちゃった。戦闘はどうなったの？かかれ！かかってきやがれ！やっやっやっ当然の結果ね。フフ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 フ
いで。僕と出会ったのは不運だったの。ぶちのめす。無衛生だ。はい。ほら。いや。ほら。やめなさい。ほら。やめなさい。ご乱視。うん。どうぞ。試練撃。ご乱視。ほら。楽勝楽勝っと。隙だらけだぜ。楽勝楽勝っと。見覚えお兄さん、お越しグラグラ。you
お嬢さん、天狼さんと、いえ、アイダと戦うんですね。 あの、ハセオさん、また、何？私が碑文を奪われてから、アイダ陽光さんや天狼さん、私のせいで、私が碑文を奪われなければ、ボルゾーさんもあんなことには。だから、それはお前のせいじゃない。私が何とかしなくちゃいけないんです。いいこと、お嬢さん。これから戦う碑文使いは無敵じゃない。もし負ければ長谷雄だって無事でいられるか分かる？戦力的に見てもアバターが使える私とエンデュランスが敵人なの。じゃあ私は一体。なら俺が代わりを務めるよ。クン、アトリちゃん、君の代わりに俺が出る。クンさん、俺に任せて。俺が君の剣になる。お前、自由を見限ったんじゃなかったのか。そのつもりだったけどさ、か弱い女性が。俺ってか弱い？あなたね。正直言うとさ、俺はヤテや CC 社の方針には今でもな。でもだからってあそこを飛び出す。戦ってそうするしかないんだ。そのために俺はお前、俺はな、ハセオ、でもお前が本当に思いやりのないやつなら、今のお前ならアイダを だからクン、なーにてことだから。パイ、てこでも動かないって顔ね。ありがとう、パイ。その代わり、まあ、もちろんだ。そうだ、アトリを直すんだ。アトリがもう一度。